本日の晩食、こちら。カラフルな冷麦でございます。美味しそうでしょ。で、ここに茄子のおひたしがありまして、小松菜のおひたしでございます。本日、流し冷麦でございます。はいはい、まいりでございます。本日は楽しい楽しい夏晩食でございます。夏晩食って、今ポッと出てきた言葉やね。言うでね、今日も暑かったし、ヒーヒーの日で出てみましょう。キンキンに冷えたグラスでございます。言うでね、これもキンキンに冷凍して出てきました。ということでね、本日の皆さんお疲れさんでございました。ではでは本日も乾杯でございます。乾杯。うまいね。ということで、今日はもう、流しそうめんやろうかな思うんだけど、そうめんってちょっと細すぎるやん。いうので、カラフルな今日は、ちょっと流しそうめん太い、冷麦。いうので、冷やしそうめん機械を使った冷麦。流し冷麦。これで晩食したいと思います。いうのでね、あとはお惣菜に、私大好きな、茄子のこのね、煮浸し。それと、小松菜の煮浸しでございます。いうのでね、よっしゃ。いうのでね、一応もう、つけだれ用意したってんで、ここにネギね。で、これ、私大事な椎茸。これね、そうめんやっているやん。まあ、そうめんちゃうんやけどな。で、生姜。まあ、生姜はな。生姜さっき落ちるとこ。生姜をブシュッとこう、先入れて、ブシュッと先入れてどうすんの。いうことでね、スタート。ブシュッとこう。あれ？また。よっしゃ、また。いうことで、まずはね、煮浸しからいったこ。煮浸しから、いただきます。ちょっとうるさいな。いただきます。うまい。おいでビール。つうで、ちょっと水の量が少なかったから、ちょっと足したら静かになったわ。またうるさなってきたけど。今日はちょっと雑音もありますけれども、しばしお付き合いくださいませ。ということでね、まずビール。ジャラッと入れてね。ね、静かになるときは静かなんねん。この波の影響ちゃうわな。この水が、ほら、入るところだ。まあ、ちょ、ええわ。さっき、冷麦行こう。冷麦。今日、冷麦カラフルで、こんな格好。では、早速、冷麦行っとこう。では、冷麦、まず流そうか。まず流しましょう。ちょっと流しますよ。冷麦。よっしゃ。いけ。いけるか？いけるか？ちょっとくっつくぞ。くっついたんだ。まあ、しばらくな、流しといたら、ちょっとこう、湯がいて、ちょっと待って。ちょっと湯がいて時間経ったからくっついとるね。見やすいから思って、カラフルなやつにして。カラフルなやつだったら見やすいから思って。で、これね、ちょっと。一応ね、氷水にしてるから、回っとくほど、なんていうの、冷たくなるはずやん。私の予定では。言うでね。こう長く。やっぱりあれじゃん。洋さん入れたら静かになってきたんじゃん。ほら、ええ感じじゃん。ほら、ええ感じじゃん。ほれ、ええ感じや。よっしゃ、これ、あれ、おい、詰まったか、大丈夫か、ちょっと、詰まった。やばいか、ちょっと重たいか。ちょっとばらげて。これで回れよ。よし、いい。詰まってる。どうすんの。ちょっと取るわ。ちょっと待って。詰まってる。詰まってる。入れすぎや。まずはちょっと、そうめんいただきます。ごめん。重たかったな。大丈夫か。なんか詰まっとんの。詰まっとんの。よしよし、ええ感じ。ではそうめんちゃん。冷麦、いただきます。うん、うまい。ちょっとやっぱ入れすぎやか、重たなっとるな。よっしゃ、ここだな。よしこれやっぱあれやな、そうめんの方が細いということは軽いやんか。軽いから回りやすいんかもからな。こっちから、こことここがこう出てくるとこやからな。そこで回してるからな。今で何をしてんの。そうこの椎茸は私好きなんや、これ。このそうめんに入れるやつね。そうめんに入れるやつ。で、こっちからネギな。ネギ入れて、で、椎茸入れて、ちょっと改めて、ちゃんと流れ出したから、いただきます。いや、もう。うん。冷た。氷入れて、水で回しとったんやけど、よう冷えとるわ。うん。うまー。はい、辛さおもろいな、これ。うん。あんまりね、見てもたいに。入れすぎに注意やから、回れへんやろから、詰まるから。これ、長いの作ったらな、面白いんやけどな。
大家族なんかやったらこう結構何ていうの部屋いっぱいにこう作ったそうなるとこぼれてしゃあないけど夢でな。次小松菜行っとこう。小松菜小松菜小松菜行っときます。いただきます。あまた詰まってる。うん、これでビール。やっぱりそうめんより冷麦の方がだいぶ分厚いな。そんな気した今。うん、分厚いか重いな。だからちょっと流れが悪いのが多分それやと思う。ほらな、やっぱこのぐらい、このぐらいやないと流れへんねんな。ちゃんとほらちゃんと映画に流れてるやんで冷麦、冷麦ってね僕あんま食べへんねんけど、去年はそうめんやったかな。やっぱりねそうめんってね細いのよ。一割やろ材料かなんかは詳しくは分からへんけど、基本冷麦とそうめん言ったら太さの違いやろ。そうめんの方が細いっていう風な格好でなんかネットのっとったんやな。うん、そうめんに比べるとやっぱりやや太い、太いというか食べ応えがあるな。だからご飯としてはこのそうめんとか冷麦とかもええかもね。なで、ナスのおひたし。うん、ちょっとこの辺に風鈴があって、チリンチリン、チリンチリンってチリンチリンとちゃうか、リンリンか、リンリンとかでなったら結構涼しいんだけどな。で、流しそうめん、まあ流しそうめんなら流し冷麦と和食のナスの煮浸しとこのね、小松菜の煮浸しね、めちゃくちゃ今日はもう夏っていう感じせえへん夏っていうか涼しいなーいう感じするやん。うん、うまい。うまいっすな、うん、流れとる流れとる。うん、このね、しいたけが好きなんや私。このそうめんと一緒に食べるね、このしいたけ売ってますやん、これ。これね、で、これにネギをこう入れてね。で、生姜もさっき入れとったからね。生姜ちょっと足らんか？生姜ちょっと足しとく？生姜ね。生姜はね、いつもの、これはどこですか？タブスさんやったかな？この生姜。ブシュッと入れる。ブシュッと入れて。で、こうやって、溶いて。で、ここで、冷麦をいただくと。よっしゃー！いい感じだな。ええ感じで冷えてるね、これ。めちゃくちゃ冷たいもん。うん、冷麦、ほらほら。冷麦でございまーす。カラフルなんかいいでしょ。うん、よう冷えとるわ、ほんま。うん、うまい。うまいっすね。これで、ビール入れとこう。ビール入れて。しゃ、あ、おる。うん。うまいなぁ。ええ感じ、ええ感じ。うん。ビール。ああ、見えわ。最高。そういうことで、行こう行こう。今ね、ちょっと簡単にタレチュルッと足したやけどね。で、これは冷麦。このカラフルな冷麦いいよね。これはええな。ほんま、何や、夏っていうよりも涼しさを感じるね。この、音、さっきまで音、ウィーってしてるときはちょっとうるさいなと思うけど。今みたいに静かになったら、なんとなく、水が流れとって、で、ね、この辺に風鈴があったら、もうよりなお一層いいんやけど、これで和食のお惣菜で涼しさを感じる、これ、夏の醍醐味。うん、うまい。たまやーとかで、ここでな、ポンとかで花火が上がったら、部屋落ちやから上がれへんねんけど、まあ、イメージ、うん。うん、うまいな。少なくなってきたらさ、冷麦の流れる速度が速なっとるやんか、うん、いやー、これね、氷で溶かしたんやけどね、氷水と氷の、あれで溶かしたんやけど、あれでうん、でそこに冷えたビールですからね。マジビール、やめられないな。ちょっと冷麦をちょこっとやな、こう取って、でちょっと待ってな、
こうやるやろ。まず入れて、ほいで、まだそんなに冷えてへんやつをこっちに入れる。ほらほら、だいぶ早くなってきたからな、今。だいぶ早くなってきたから、あの、冷麦が調子乗ってくるからな。ここに冷麦足したんだ。冷麦は足す足す。なかなか取れへんから。よし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 よいつもはさ、焼肉とかやったら熱いから冷えたビールがええけど、冷えたもんに冷えたつゆつけて食べたら、あんまりあの冷えとったらなんか、おぉーとかでやってくるわ。なんやねん。うん、でもね、やっぱり日本の夏を楽しみましょうよ。これね、冷麦ってほんま食べんの何年かぶりよ。そうめんもそうそう食べへんけど、やっぱり久しぶりに食べたら、そうめんよりやっぱ太いな。うん、そうめんはそうめんでええやけど、でも、うん、あのご飯としてはそうめんよりやっぱり冷麦の方がええような感じするな。うん、で、おなす、うん、涼しいな。うん、花火とかやりたいな。日本の夏か。これこれでええもんやな。うん、これで風流があるって言いかけたよ。風情があるやっちゅうね。うん、なあ、よろしいな。よっしゃ、この氷水でこのね、食べるっていうのはまた普通にこうボンとこのザルそばみたいに出されるのがちゃうねんな、イメージが。あの、やっぱりね、こうちょっと遊び心があった方が、うん、美味しいですやか。ちょっとさしよっか。な、ちょっと出しとくか。この辺ないとこに入れとかんとな。どこやこの辺。よっしゃよっしゃ、いける。ちょっといきますか。あんまり入れたらまだ止まるからな。よし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 、これまでやる。遊びながらのご飯、これがやっぱ幸せやな。で、小松菜、この間ね、久しぶりに何杯行ったんですよ。むちゃくちゃそうね。うん、まあ、インバウンドはね、帰ってきて、この社会的にはええんかもわからんけど、地元民っていうかな、遊びに行く人間にしてみたら、うわ人多いわー思って、ちょっともうそれだけで疲れてくるわ。まあまあ、そんなこと言ってていかんねんけどな、大阪に旅行に来てくれてあれやだよ、ことやねんけどね。うん、ってことで、でもあれやな、僕らあんまり、まあ僕だけかもわからへんけど、海外旅行とかってそんなに行けへんもんな。旅行好きな人はやっぱりちょこちょこ行くんかね。ね、いつも思うんですよ、日本来てる外国の方とかいっぱいいてるやんか。あ、みんなやっぱりそのお金持ちというんかすごいなと思って、バイタリティあるというか、うん、やっぱり旅行好きな人が多いんやな。うん、僕も行ってみたいなとは思うけど、いざ行くとなったら腰が重なんねんな。今まで行ったんがね、子供の時にうちたまたま親父も自営業やっとったから、小学校やったっけのぐらいの時に、もう大昔ですわ、ハワイ行ったんですよね。まあほとんどっていうか、もうほぼ記憶ないですよ。ただ記憶にあんのは、当時ハワイ行った時のドルがね、今でも覚えてるけど、1ドル240円とかね、変動相場じゃないやつ、それだけなんか子供心に覚えてる。1ドル240円か250円かなんか言ってたなーとか思うのが、それだけなんか残ってんねん。だから今の円相場聞いたら安っーとか思うねんな。だからまあね、そのどういう風な経済になったか分からない。なぜこの時に行ったのがそのハワイと、で26、5、6ぐらいの時に不動産の仲介会社行ってて、でそこの慰安旅行かなんかで台湾行ったのが初めて、初めてというか、その台湾はね。だから
あの海外旅行行ったのはその小学校の時にたまたまね、まあ、うちの親父が景気良かったかどうか分からんけど、ハワイ連れてってもらって、それでその26、27の時に台湾行って、もうそれっきりなんですよ。僕それ以外海外ないですよ。だからもうね、最近近場で気軽に行けるんやったら韓国行きたいないのが最近あるんですよね。韓国、別に、うん、韓流ドラマ結構好きやね。韓流ドラマ好きの中の結構ね、何の朝鮮王朝とか、いわゆる日本でいう時代劇やな、あの王様とかやつ、あれ結構好きでね、私見てんだけど、どうですか、結構あの好きな人おるね。韓国の現代版のドラマもいいんやけど、なんか韓国のその、うん、朝鮮王朝っていうかな、あの時代劇、まあ日本でいう時代劇な、あれね、なんとなく、うん、まあ、親しみは感じひんけど、おお、王様かーとか思って、ええなー、王様ーとか言って、まあ日本やったら上様か。で、ねえ、そういう撮影してるところがあるやんか。んで、まあ、当時の、なんていうの王朝っていうかな、宮殿、え、王宮いうのいっぱい結構あるんでしょ、韓国って。なあ、ああいうとこ一回行ってみたいなーとか思って、で、たまに Google マップとか見てて、いや、ほんまにあるやんとか思って、で、入られへんところもあるみたいけど、なんか結構、その観光のあれになってるところもあるみたいな。だから、あのとこ一回ちょっと行ってみたいなと思うけどな。まあ、行けたら行きたいなっていうんで、近々は行くかどうか分からへんけども、まあ、そんな動画もひょっとしたら上がるかも分からへんからね、将来的にはかも分かりませんということで、何を言うとんねん俺はよしよし、冷麦、冷麦な、冷麦ええね。で、こっちの椎茸と一緒にいただく、これをね、椎茸乗せて、うん、その味の染みた椎茸うまいな。これで見る、めえな。ということでね、しっかり冷やむいただきましょう。もうナスはないから、小松菜な、小松菜、冷や麦食べて、お惣菜つまんで、うん、ええもんやな。夏とこう夏。なんでや、なんでその歌が出てきたんや、わからん。ネギだよ、ネギに、これはあれな、取ってからの方がいいな。で、ここに生姜ね、結構好きなんですよね、私。生姜一味とかでもいいんやけどな。で、取って、で、これでね、シャーと取るわ、ええ感じですね。シャーで、ここでこの椎茸を混ぜる、上にで、これで取る、いただく。うん、うまい、だいぶ早いなっとね。ちょっといやいやめちゃくちゃ早いなっとるぞ。なんかそうめんじゃわ、冷や麦なんかえらい大がでしょ、大がで。もういいか、これぐらいちょうだい、くっついてる。適度なやっぱり量っていうの入れとかな、あれやな、えらいうまくぐる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 回るやろな、これ、うまい。よっしゃ、これもか、よっしゃ、これもやな、もうちょっと、ちょっとこの辺が少ないな、この辺が少ない。よっしゃ、おもろいな、やっぱりな、これな。うん、ということでね、小松菜、うん、夏の食べ物って何思いつきます？この冷やしそうめん、流しそうめんもそうやんか、夏やん。一回ね、竹をほんまにあって、ああいうのどっかベランダの2階ぐらいからやりたいなーと思うな。アホな話だけど、うん、楽しいよ。
みんなで。あ、夏と言うたらバーベキューか。バーベキューもええな、うん、あ、あまん、停滞してる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 わ、やばい。ちょっと待って、どこや、どこが停滞してんねん、こうか、やばいやばい、うん、停滞してますが、うん、うまいな。結構量が入っとったら静かやね。最初うるさかったやん、ウィーン水が少なかったらウィーン言うてた。で、あの水増やしたら静かになったあーまあ、ということでビール入れましょうか。じゃらっと入れて、よっしゃ、ええ感じやな、よっしゃ、ええ感じで、冷たいわ、こっちも冷たいし、冷たいし、冷たいし、おーで、サブ、サブになってくるわまあもちろんね、部屋内ですからクーラーは入ってますけどね、うん、で、これ取って椎茸、椎茸、椎茸うまいわ、これこれ、火薬ご飯とか入れてもええんじゃんかな、この椎茸ね。うん、うまい、風情があるな、ほんま、ええ感じや、楽しいやっぱりその何の回ってるのと回ってないのとどっちがええって、回ってる方が楽しいで、視覚的に楽しめるから。見る、そうだ、流しそうめん屋さんって大阪にあるんかな。ねえ、僕前言うたか分からないけど、わんこそばも食べたことないね。わんこそば食べたことないし、ね、本格的な流しそうめんもやったことない。あれ、京都とか行ったら食べれるんかな。で、京都で言うたら、あの、夏の季節なんかどうか分からへんけど、納涼床あるやんか。あの、鴨川のところにあれ、なんや、高台になってるやつ。あれも行きたいなと思うんやけど、一回だいぶ前に、三条かなんかに、あの、グルメレポ行った時に、グルメレポっていうか、グルメレポって言うな。あの、ご飯食べに行った時に、あれってポント町の中の、店の言うてみたらベランダやねな、ベランダというか川沿いやねな。だからポント町の中の店なんか、その地元の人に、地元の人というかお店の人なんかに聞いてたら、なかなかあのとこ予約せな入られへんで、だからその日に行ってその日に入らせてくださいって、もうほんまに空いてるところしかもう無理やでって。だから地元の人でも結構珍しいらしいね。でもね、一回そんなこと言って、ね、あの川、え、鴨川沿い、納涼床かな、あれ行ってみたいなって、あれも有名やね。だから小さい海やろ、納涼床にわんこそばで流しそうめん、小さい海や、まあ、それとね、韓国王朝なあ、琉球、朝鮮王朝か、うん、な、小さい海や。で、また大きな夢っていうかな、あのまあこれ叶うことないやろなと思うのは、何やった、あそこあそこ、あのメソポタミアちゃうわ、何やった、あの琉球、え、ちゃ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 、天空の城やったら何やったっけ、ラピュタちゃうで、ラピュタちゃうねん、何やったっけな、あれ、うん、うまい、名前が出てけへん、あの何やったっけ、山の頂上とか中腹にこう、あの遺跡があるところ、何でした、それそれそれですわそれそれ、もう分かれへんからそれそれにしとくわじゃんじゃん行こうか、じゃんじゃんな、うん、ねえ、ほんまこの冷たいな、あ、思い出した、マチュピチュや、マチュピチュ、そうそう、遺跡、あのマチュピチュな、マチュピチュも一回行ってみたいなと思う、行ってみたいなって、まあ、それはほんまに遠い夢やな。ねえ、マチュピチュとかもそんな半日や、え、一日や、そう、二日で行かれへんやんか、だいぶかかんねえな、あれ。ねえ、ああいうのも見てる限りは行ってみたいなと思いますけどね。まあ思ってるだけですけど、でもほんま近場の韓国とかそこら、まあほんまにちょっと行ってみたい、気軽にあの行ける外国っていうかな、そういうところが結構ね、あの昔からそういうところ作ってみたいなと思ってたんですよ。だから韓国なんかで本格的な韓国料理、まあ韓国料理っていうよりも、あのサムギョプサルとかってあるやんか、僕ああいうのよりその韓国本場の焼肉を一回食ってみたいな。あれ、ビールないぞ。うん、あのサムギョプサルが韓国料理ってね、あの言うてるけど、いや普通ね、焼肉屋さんもあるんやろ、
ね、普通の焼肉屋さんってどんなんやろ、やっぱり牛タンとか出てくるんかな。牛タン食うてんの日本ぐらい、そうでもないんかしら。その辺がね、ちょっとよう分からへんから、そういうところも一回行ってみたいなーなんて思うんですけどね。ね、まあまあ行く相手もおらんから、私一人の都合ですからね行こうと思えば行けるんやけどね。うん、これやっぱしいたけうまいな。うまいな。結構やっぱりそうめん食べるより、あの冷麦の方がやっぱお腹にドカッときますね。あの太いから、まあ、太いからではまあまあそうめんでもな、同じ量を食べたらそれでええんか知らんけど、やっぱあれやな、冷麦の方が食べやすいかしら、どうかな。うわうわ、めっちゃめちゃ早なったぞ今ら。これもうあれやろな、少ないからもう好き勝手にボンボンボン回っとんだ、ウィー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 って回っとんだね。ということでね、食べましょう。うん、うまいな。ほんまここに風鈴の音とかあったら夏やないう気分味わえるね。うん、あそういうことも何やかんやでね、結構俺がいっぱいなってきたし、いやもう楽しいね、やっぱりこうやってやったら。うん、またこれ早なんで早なんで早なんでそれでしいたけ入れて、ネギ入れて、ね、これね、うん、お口飛ぶ、うまい。肉は今日全然なかったけどな、やっぱり夏らしい晩食をしたいなって、最近ずっと思ってね、冷麦全部取ってもらう。いやーでもやっぱ楽しいで、ね、結構準備するのめんどくさいけど、めんどくさいっていうか、氷凍できたりさせなあかんやん。で水をちょっと入れとかんと、うるさいからね。やっぱ静かなったね、水の量入れたら。これがね少なかったらさ、その水がうまいけど、モーターのところに入れへんのかな。だから結局そこで音がするっていうのかな。はい、全部キャッチ全部キャッチということで、あほらまたうるさなってきた、うるさなってきた、うるさなってきた。しいたけ入れていただきます。うんうん、またモーターとの絡みがあるからちょっとうるさくなってきたな。いやいや満足だ、ビーズ。いやこれ約1年ぶりじゃん。去年の夏は確かそうめんでやったんかな。でも今年はね、冷麦やったけれども、やっぱりお腹いっぱい大満足。でもな、涼しさを感じれるからね、まあ、こうやってちょっとうるさい場面もあるけれども。でもね、たまにこの遊び心を交えて、こういうふうなそうめんとかね、冷麦食べるにはね、面白いと思いますので、皆さんもよかったらやってみてはいかがでしょうかということで、本日の冷麦大満足でございました。ごちそうさまでした。